はい,さい、さイワイドワイドワイド皆さん、こんばんは。3月28日です。さあ。 えー、3月最後の放送となりますね。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。この番組は沖縄伝統の文化、うるま市が誇る伝統文化、牛オーラ東闘牛について語っていく闘牛情報バラエティ番組です。パーソナリティは、うるま市は石川出身、沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー、伊波大使がお届けしていきますよ。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、えー、昨日3月27日、 えー、年度末、最後の大会ということで、元部闘牛場、上元部中学校70周年記念、チャリティー闘牛大会という風にして行っていきました。ま、あの、昨日ですね、あの、僕は、えー、オープニング開会式からの司会があったんで、 石川を出たら何時だったかなえー、石川を確か10時過ぎぐらいには出発して元部向かったんですね。で、その向かっている時に雨降ってなかったんですけど、なんか昨日、ね、えー、この中部地区は、 結構雨が降ったみたいで、それであの、ね北部の主催者も心配して、Facebook や LINE などを通してですね、安心してください。北部は晴れてますよという LINE を流してました。まあ、あの、ついてオープニングする直前ぐらいには、ポツポツと小雨が降ってきて、あ、これ大丈夫かなどうだろうなと思って、 だら、ええー、後半持ち直しましたからね。うん。だから、あのー、ちょっと雨を気にして中部地区から来なかった人もいるという話は聞いてますが、しかしそれでも地元のお客さんが昨日多かったですね。えー、元部闘牛場にあそこまでお客さん入ってる久しぶりに見ました。うん。で、試合内容も良かったです。 はい。昨日の大会、本当に試合が見やすかったですね。時間的にも。まあ、あの、風切り戦が21分という試合でしたが、そこから始まっていて、試合が本当に面白くて、 えー、昨日は不戦勝もなかったですね、考えてみたら。うん、本当に非常に内容の濃い大会でしたね。だから3月ちょっと心配だったんですよ。あの、というのも3月13日に日本一決定戦、弥生闘牛ダービー、あれだけ大きい大会をやった後に、えー、伊波東闘牛大会で元部分。ところが蓋を開けてみたら内容が良くてですね、お客さんも思った以上に入っていて、あ、やっぱりね、闘牛好きっていうのは、 県内にたくさんいるんだなと改めて感じさせるそしてローカル大会でも非常にあのねいい接戦の牛を組めば内容の濃い大会になるんだなというのが実感させられた素晴らしい大会でしたさあ今日はそんな上本部中学校70周年記念チャリティ闘牛大会を振り返っていきながら、えー、また今度は徳之島でも闘牛大会があります何やら先週徳之島では軽量級 ミニ軽量級、中量級、はい、きちんと軽量を終えたそうですね。チャンピオン、チャレンジャーが共に軽量をパスして、えー、問題なく5月の全頭投球大会、すべてのタイトルマッチが行われるそうです。えー、沖縄のタイトルマッチ、えー、中量級、軽量級のタイトルマッチは今週土曜日に、えー、行う予定ですね。えー、中量級チャンンピオン東昌早手 で軽量級チャンピオン、豪州美あそれにチャンピオンにはチャレンジャー、どの牛が向かっていくのか、えー、軽量パスして、これが、ねえー、きちんと規定の体重に乗れば、正式に決定ということになりまして、全頭大会の組み合わせが4月6日ですね、4月6日、えー、水曜日ですか、4月6日水曜日に全頭闘牛大会。 この組み合わせ発表会を行っていきます全部で13試合26頭、沖縄を代表する選抜牛、どの牛が入ってくるんでしょうか、でどの牛がまたどの牛と対戦するのか、これをまた面白いですね、予想するのも。さあ、波大志の闘牛列店、この番組はやら闘牛ビデオ、リラクゼーションルーム2時、上村酒造、居酒屋牛心プリントショップタカ、菊原工務店、 各社の提供でお送りしていきます。 さあの闘牛列展をおお届けしております、えー、昨日行われました3月27日上本部中学校70周年記念チャリティー闘牛大会12時15分から、えー、地元の元部、えー、八重桜でしたかね子供たちの太鼓の演舞に始まりそして元部中上本部中学校の吹奏楽部の演奏そして 最後には全校生徒1年生から3年生まで82名による全校の合唱を行いました、えー、聞いたらこの合唱コンクールにおいてもねあの優秀賞を獲得しているそうですよ上本部中学校全,、えー、全校生徒82名 でってましたねで実際には今年が70周年記念ではなく今今年は68年だそうですねただその記念事業に向けて今後あのやはり学校もね老朽化が進み、えー、いろいろと施設の建て直しとかあと送迎バスとかねこういったところに、えー、お金を使いたいということで今資金増税であちこち活動しているとなんか早めに行動しているわけですよ はい。2年後に70周年記念ということですが、えー、少し早めにもいろいろと規制会の皆さんが行動を起こして、えー、昨日は70周年記念チャリティ投球大会。なんか事前に、ね、地元の方々にチケットの販売などもしていたらしく、たくさんいましたな、ね、お客さんが。うん。で、雨も降らずに、やっぱり石川多目的ドームだと、 えー、雨の心配はいりませんがどうしても野外ねあの雰囲気は好きではあるんですが雨が降るかどうか一つの賭けですからねいやでも昨日は素晴らしい大会でしたさあ風切り戦から見ていきますと紅、えー、組からはカルスト パンダ元の名前徳之島パンダパンダ対白組からはベテラン牛の竜王という試合でしたこの竜王がやっぱり試合見せてくれますね最初あの角合わせする時にえー、あちょっと角合わせるのもしかしたら今日戦わないかもというような怪しい雰囲気の中 えちょっとね、あ、これもしかしたら竜王最近連敗負けが混んでいるから、ちょっと繊維問題が出てきたかなと思ったらですね、角合わせをしたらこの牛はやっぱりいい戦いをします。先場所1月1日には、大神王ジュニアにわずか1分23秒で破れてますね。正月大会。そこからのこの復活戦。 うん、えー、若牛のカルストパンダの攻めに、竜王がね、得意のこの、脅威の粘り、そして守りの硬さ、フットワークを使いながら応戦していきます、えー。最終的には21分8秒、カルストパンダが勝利しましたが、しかし敗れた竜王、これまた一つ評価を上げる形となりましたよ。過去には、ね、今現在5連勝しているモアトも、13、4分、 えー、一歩も引かない真っ向勝負を演じていましたから元部を代表するヤンバルを代表する人気実力牛になりましたねなんか敗れはしましたが竜王もまた一つなんか評価を上げたような試合だったと思いますよああいった試合を見ると、えー、若牛は、ねえー、簡単にはやっぱりああいったベテラン牛とぶつけるのが怖くなりますねベテランの 技が光りまし,たしかし勢いに乗るカルストパンダが勝利を収めカルストパンダが確か徳之島からトレードされてデビュー戦が正月大会か今年の正月大会では相手に戦意なく不戦勝という形でしたので、えー、今回初めて沖縄での,その強さを見せつける試合でした。 え昨日の大会を見て思ったのがパンダがまあ多かったですね。パンダ多いですよ。名前のパンダだけで、風切り戦カルストパンダ、2試合目白竜パンダえ、3試合目にはルキトパンダ、4戦目には南西パンダ、でそこから上見ていきますと、えー、C の2番戦には2代目手すり産業パンダ、で、名前でパンダをつけている牛だけで5頭です。名前だけですよ。で、名前にはパンダとつけていないけど、 えー、白黒模様のパンダ牛いっぱいいましたね。ビリキトントンもそうです。あと、セイフ白子。この白子とついているし、えー、白いトランこの白いってつくとことは、牛の体に白い模様が入っている。これも言ってみればパンダ牛です。で、このセイフ白子の対戦相手が、龍昌天力白王。これも白が入ってますね。これもパンダ牛です。もう本当に昨日はパンダ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 ,パンダのオンパレード。 ここまでパンダの試合っていうのも珍しいですね。えー、カルストパンダ対竜王に始まり、2試合目9番戦、白竜パンダ対乱丸、お互いがデビュー戦でした。この2とデビュー戦どうしてありましたが、戦い面白かったですね。ほんとあのー、よく稽古で仕込まれた。 え内容でした。えー、もうほぼ五分五分の勝負での試合でしたが3分9秒、白龍パンダの勝利、まあ。敗れはしましたが、ランまうーん、牛にはまだ繊維はありましたね。えー、まあ、本人もそこまで負けたという意識はないかもしれません。今後の復活に期待しましょう。で、8番戦、この試合もルキトパンダ対ビリキトントン。ビリキトントンも白黒目のパンダ級です。はい えー、ルキとパンダ、確か沖縄でのこの間は正月大会か、えー、新春北部闘牛大会で出場しその際、何かに負けてたかなあ、龍騎残酷竜に1分で負けてましたね、ルキとパンダ。えー、ビリキトントンとの勝負でしたがお互い、この角の特性を生かしながらの打撃戦4分3秒でルキとパンダの勝利。なんか 最後、牛の上に乗って、ね、勝ち足というか、手前を見せていたのが、ルキとくん。えー、男の子の、何歳だろう、保育園児、まだ2、3歳ぐらいでしょうかね、ルキとくんの、愛牛、ルキとパンダが、待望の勝利を手にしました。で、7番戦、ヘーバル号対南西パンダ。これ、考えたらヘーバル号もパンダ牛でしたね。 南西パンダの対戦でヘイバル号も、この牛は白黒模様のパンダではなく、えー、赤と白。要するにうちらでは言う、業界で言う赤パンダ。えー、赤白模様のパンダ牛対南西パンダの試合。ヘイバル号はなんて言うんでしょう。不思議な牛ですね。集中力が切れるというか、繊維がなくなるまでがどうしても早い。 えー、内容的には序盤いいんですがどうしてもそこから一気にね繊維をなくして配送してしまういつものこのパターンなんですよね、えー、序盤でこそいい見せ場を作りましたがあっという間に配送南西パンダ1分2秒の勝利となりました、まあ、ヘイバルゴ顔もちょっと優しい表情をしてるんですよね、えー、なかなかこの繊維が出てこないヘイバルゴうん次戦に期待しましょう さあ6番戦、王将対高鶴花形でしたが、王将も元部を代表する先ほどの竜王と同様にベテラン牛ですね、経験豊富な実力牛でありながら、そしてこの牛も負けた後の試合でも、いつでも戦えるのが特徴となっております。王将。確か王将は先場所は何大会かな。この牛は泣き陣祭り投球大会か。 はい、その時は闘魂風雅に14分26秒負けております、まあ、負けた試合でもね長期戦戦えるっていうところが強みでもありますが対戦相手は高鶴花形デビュー戦ち主小木堂聖樹さん昨日小木堂聖樹さん会場でちょっと見えなかったですねいつも本部席に来てる小木堂聖樹さん今年94歳、えー、元気な方ですが昨日姿見えなかったですけどね 荻野聖樹さんの牛が出るときにはどうしても僕も勝ってほしい応援してるんですが昨日はベテランの圧力に屈しわずか40秒で敗走軍配は赤王将の勝利となりましたさあそれではここで一曲、えー、お届けしましょうか曲というよりも最近今日ですね実はあの関西で中心で、えー、発行されている雑誌のですね取材を まず午前中受けてきたんですが、で、その中でちょっとヤグイの話になりまして、牛主のこのヤグイって面白いですねという話になって、闘牛戦士ワイドの CD をプレゼントしたんですね。というのも、この闘牛戦士ワイドの CD の中に3曲目、4曲目は歌ではなく、闘牛士の魂の叫びヤグイという掛け声だけを収録しております。まずは、 闘、えー、牛選手バイドの CD 三曲目に入っていります徳之島の闘牛士たちの野食い特集お聞きください。 さあ、大使の闘牛おお届けしておりますこの番組は「やら闘牛ビデオ」「上村酒造リラクゼーションルーム虹居酒屋牛賃」「プリントショップタカ」「菊原工務店」各社の提供でお送りしております。 さあえー、闘牛大会話していっておりますがその中盤で行われました C の5番戦若手特番戦には西風白虎対龍昌天力白王の対戦でしたまあ先ほども言ったように、えー、この牛,牛もパンダ対決でした、えー、だいたい白い模様の牛につける名前っていうのは、えー、パンダですねパンダでこういった白 で最近はこの白王も多くなりましたね。白王。あとは白は何をつけるかな何々ホワイト。まあ、顔の部分、体の模様が白い牛っていうのはだい大体、まあ、パンダか、えー、白王、白コというつけ方が多いですね。他何かいたかな白。まあ、赤だったら赤王とか。 で最近じゃ赤鬼という牛もいましたしで今うちの牛舎にもデビュー前の若牛がいますがまあ、過去には大使パンダという牛つけておりましたがこの牛にはねパンダではなく今大使オセロという風に仮で名前をつけておりますなんか白黒模様でもっとなんか出てきても面白いですけどね、えー、ダルメシアンとかか白黒とて言ったらダルメシアン えー、ゼブラシマウマは、ね、縦字まで,ですから、ね、ちょっと変わってくるんだよな、まあ、皆さんも何か白でこういった名前がかっこいいんじゃないかとかね、えー、あれば教えてください西風白虎対龍勝天力白王この試合非常に、あのー、見応えありました西風白虎が成績で言えば一勝一敗デビュー戦勝利して2戦目に今年の正月大会、風切り戦 元部若手ナンバーワン対泣き人ナンバーワンの注目という、えー、戦いでですね有力陣三男坊に3分42秒で敗れての復帰戦で今回の対戦で龍昌天力白鵬がデビュー戦でした、まあ、お互いこの都ガイズの使いながらの、ね、素晴らしい戦いを見せました西風白鵬も、はいえー、内容的には非常にいい 内容での試合を見せてたんですがここでねデビュー戦の竜勝天力白鵬がうまくこの体格を生かしながらの勝負を8分5秒で決着をつけ見事デビュー戦白星スタートとなりましたいやあのこの日昨日若牛の活躍が。 うん、面白かったですね通常デビュー戦の牛だとあまだこの足元おぼつかないなパタパタしてるなっていう印象の戦いでよく見られるんですが結構デビュー戦の牛が昨日はしっかり頑張ってくれた戦いでした見せてくれましたねでその上指名特番戦元気くん対栄翔、えー、小僧栄翔小僧が元の名前はライジン王ニアこの試合は決着はすぐでしたわずか32秒で栄翔小僧の勝利 で3番戦、龍騎残酷竜対戦闘武蔵という牛の対戦でしたこの戦闘武蔵がなかなかいいですね最近戦いを見ていると沖縄にトレードされたのは戦闘武蔵はいつだったかなこの牛戦闘武蔵の試合を見ていくと3月ですかね去年いつ出たんだろうこの牛だいぶ活躍してきてますね戦闘武蔵 えー、確か、元部闘牛大会去年の7月にはリ、えー仮手翼号を4分22秒で下しまずは1勝でその後に沖縄2戦目そうだ西風大通り7月31日海洋祭前夜祭闘牛大会で12分で、えー、負け。 でその後の大会がてことは泣き人祭りになりますか泣き人祭りでは高鶴御番に敗れここで2連敗を喫しますで2連敗の後に年の正月大会では光とがいを7分5秒で下しで続く2戦目旧正月大会を見ていくと2月です えー、旧正月大会では、上里号、体重差が100キロ以上、いや、200キロ近く変わったんじゃないかな、えー。大型牛を相手に11分で勝利し、これで2連勝。2連敗からの2連勝で挑んだ、先頭武蔵いや。聞いたら、この徳之島ではね、あのー、連敗して沖縄に来てるはずですよ。だから、結構格上の牛と戦いを強いられてきましたが、いや、この牛はね、クセモノですね。 はあ、昨日の試合でも龍気残酷龍のタッチウーズのえうまくですね間合いを詰めて掛け技で相手の。 得意パターン封じ込んで11分14秒で勝利先頭武蔵勝利しこれで3連勝なんと技能賞を獲得です、えー、昨年の2連敗からなんと正月大会旧正月大会この3月、えー、1月2月3月と月1のペースで出て試合を進めながらなんとこの牛3連勝ですいやちょっとこの牛はなかなかのクセも者ですね先頭武蔵見事な勝利でした で2番戦見ていきますと高鶴御幡対二代目手すり産業パンダ高鶴御幡徳之島では一心御幡という名前での活躍でしたねえー、昨日の試合を見ると3連勝で勢いに乗っていた高鶴まあ僕の中ではここで勝ってあ全東大会で高鶴御幡の活躍が見られるかなというのを少し期待しておりましたというのも牛主は荻戸聖樹さん荻戸聖樹さん94歳 のね、前頭大会ででの勝利を見たたかったんですがこの試合、二代目手すり産業パンダ、徳之島は元豪戦非常に貴重の荒い牛と聞いております。で、過去には、えー、沖縄では手すり産業パンダパート2という、ね、牛がいましたが、前頭闘牛大会では三役に入るほどの人気実力牛。その血筋だと聞いてますがね、二代目手すり産業パンダ。あのー、戦いが良かったですね。うまく体重差もありましたが、体格を生かしながら、 えー、横に大きく開いたこの平津のタイプのこの道具都会頭脳を使いながら、えー、うまく試合をかけてからの圧力を仕掛けていき4分47秒2代目手すり産業パンダの勝利いや高鶴子バルーは3連勝で勢いに乗っておりましたがここで連勝がストップ手すり産業パンダの勝利となりましたで C の1番戦昨日のメイン試合です 赤組からは西風王道そして白組からは邪道王の対戦を行いましたさあこの西風王道徳之島では神風王道の名前で活躍、えー、徳之島ではデビューから無傷の7連勝とした後に、えー、無敗のまま徳之島の軽量級タイトルマッチに挑みましたでその時当時のチャンピオンが高田義ギラッキーパンダ えー、無敗のチャレンジャーがど,、ね、どんな戦いを見せるかというところで注目でしたがその試合ではタイトルマッチチャンピオンラッキーパンダの掛け技に苦しめられ見せ場を作ることができず敗戦、えー、初黒星を喫しますでその初黒星から7勝1敗の好成績を残し沖縄入り沖縄デビュー戦が、えー、昨年の7月31日海洋祭り前夜祭大会 先頭武蔵を12分19秒で下しまずはデビュー戦白星スタートで続く2戦目が全東東牛大会11月でした11月の全東東牛大会ではムクヤ牛を8分50秒で下し2連勝でまあもともとね徳之島でも軽量級タイトルマッチに挑んだ実力牛ですから沖縄でもあの後の軽量級チャレンジャー候補としても えー、注目されていたこの王道、まあ、今現在沖縄の軽量級チャンピオンは豪州美ウがいますがこの豪州美ウのチャレンジャー候補として名前が挙がっていたのが注目されていたのがこのイフ王道でしたねだから軽量級でタイトルマッチ挑むには昨日のこの試合は絶対に落とせない試合イフ王道に対し 対戦相手は邪道王王道対邪道となんか意味深な対戦でした邪道は元の名前は AAO 確か今年正月大会はえー、っとね AAO はどうだったかなーあ高鶴5番のよに6分36秒で負けてますねで負けてからの復帰戦ただこの AAO 邪道ですが戦いを見ると負けた後の試合でもあまりこの 後遺症というか負けたあと倒し直りの割と早いようにも思いますね、えー、鋭く尖った道具を持っている邪道、まあ、序盤は実はペースを作ったのは、えー、邪道でしたねこのとがいずのからの割り技突き技を見せていきちょっとそれに対し、えー、王道が若干相手の道具を一瞬 ね、嫌がるようなようなしぐ、えー、もありましたがしかしどちらかというとスロースタータータイプの制風王道序盤から仕掛けるのではなく今までの戦いを見てもゆっくりゆっくり喧嘩していく徐々に徐々にギアを上げていくのがこの制風王道の特徴ですね、えー、守りの硬さも定評なる王道相手の邪道の突き技を受けながらも えー、時折自ら前に出て応戦で9分13秒で西風王道の勝利これにより西風王道あ昨日で10勝目ですか徳之島で7勝1敗沖縄で,ここで3連勝10勝1敗さあ、えー、これにより西風王道がおそらくまだこれ正式には決定ないでしょうがチャレンジャーとして挑むんじゃないかという。 えー、ことが有力視されてますね、まあ、今週土曜日におこの全頭投球大会軽量級中量級それぞれチャンピオンチャレンジャー、えー、軽量を行いますので政風王道がもしチャレンジャーとして名乗りを上げるとしては8 5 0キロまで落とさないといけないです昨日のプログラムで体重を見ると8 7 0キロとなっておりますのでさあここから規定の体重8 5 0キロまで きちんと体重を落として調整しなければなりませんさあこれでもちろん王道がいったとしたらはい豪州美竜との対戦これは試合長くなりますねどちらかというと2頭ともゆっくりゆっくりスロースタータータイプなので、えー、果敢に前前出ていくタイプではないのでこれは軽量級タイトルマッチ王道対豪州美竜になると試合長そうですね15分20分ぐらい喧嘩するかもしれませんね まあ昨日の突き技、攻撃を受けた、えー、邪道ですから、前頭大会、あセーフ府王道、前頭大会は5月8日、もうあと1ヶ月ちょいです、さあ、軽量をパスし、そこからベストな形で試合に持っていけるかどうか、ここはまた調教師の腕の見せ所となってきますね。 注目していきましょう、まあ、それにしての昨日の上本部中学校70周年記念チャリティー闘牛大会非常に見どころのある内容の濃い試合でした、まあ、まだ昨日見れなかったという方はぜひやら闘牛ビデオで、はい、DVD を購入して見てみてください本当にね1試合1試合こんなにまでパンダが出場する大会も珍しいなっていうぐらい20頭ちおそらく1 4 5頭はパンダ牛だったと思いますよ、はい、パンダのオンパレードの投球大会でした さあそれではここで1曲お届けしましょう、まあ、曲というよりもまたしてもヤグイ行きましょうか闘、えー、牛選手ワイドの CD こちらは4曲目に収録されております先ほどは徳之島闘牛士のヤグイ特集でしたが沖縄の闘牛士の魂の叫びヤグイ特集聴いてくださいどうぞ 闘牛,牛大会、えー、沖縄の闘牛大会、えー、日程をお伝えしましょう4月は、はい、オフシーズンですね市民の時期に入りますので、えー、4月は、ね、毎年闘牛大会ってもうほぼないんですよで4月は休みになりますが、まあ、面白い内容としては4月2日に えー、軽量級、中量級の、まあ、軽量を行いで4月6日水曜日には全党投牛大会の組み合わせ発表を行いますなので4月7日の新聞には、えー、すぐにこの大会の情報などが載ると思いますが4月6日に全党投牛大会組み合わせ発表会を行っていくということですね。 でそれからまた見ていきますと4月はそんな感じですか。で5月に入りますと5月1日。うん こちらはもう恒例です。ゴールデンウィーク闘牛大会。よかつ闘牛組合主催で5月1日に行います。なので今回、僕らからしたらいいですね。5月1日にゴールデンウィーク闘牛を沖縄で見た後に、2、3、4、5と徳之島に行けるんですよ。だから日曜日、闘牛を沖縄で楽しんだ後に、またすぐに、えー、徳之島でも闘牛楽しんで,で、帰ってきたら全島闘牛大会です。 はい、沖縄では5月1日ゴールデンウィーク闘牛大会で5月8日に第105回春の全頭闘牛大会を行いますが今回、ですねなんと、えー、全頭闘牛大会の前日土曜日です5月7日、えー、ナイター闘牛大会も行われます主催は串川闘牛組合主催で、えー、5月7日にはナイター闘牛大会も 行われるということですのでこれは僕もいつも、えー、ゴールデンウィーク投球大会があってなかなか最近徳之島に5月に行けることなかったんですがこれいい流れなんですよ5月1日沖縄で見てで2日からまた徳之島に渡って徳之島で見てで帰ってきたらまた沖縄のナイター闘牛大会に始まり えー、ここからまた全島闘牛大会と楽しめるわけでしょ1週間で闘牛何試合見れるんでしょうかちょっとじゃあ徳之島のスケジュール出てますかね最近徳之島の闘牛サイトがちょっと閉鎖してしまってですね別の方法のアクセスになるんですよこれなんて検索したら出るんだろう、えー、島生活アイランドライフ遠くの島徳之島というね えー、徳之島トゥデイというところにサイトがちょっと移ってしまってういつもの闘牛サイトがちょっとなくなってるんですよねまあ見ていきますとスケジュールどうなってるんだろうなきちんとは出てないか徳之島闘牛のサイトにはまだ出てないですかねえー、まあゴールデン行くーク前に予定されてるのが4月24日 これは年祝い記念闘牛大会として行うそうですね。で、4月17日にも実は闘牛大会があります。で、そのほかなかなかこれサイトに載ってないな、なんか見れる方法ないかな、徳之島闘牛。うん、ちょっと今んところ載ってないですね。 うん、まあでもおそらく5月2日3日4日いつもだとは5日ぐらいまでやってますからそれぐらいの日程だと思いますねはいなんでいきなり徳之島のこの闘牛のサイトちょっとなくなったんでしょうね今まではもう徳之島スペース闘牛と打つとそれで探しきれたんですよ徳之島メビウスクラブで今それがなくなってしまったので ちょっと今、僕らも困っているところなんですよねうん。大会の日程がちょっと知りたいですが、さあ、まあま徳之島の闘牛大会、ゴールデンウィークも先にありますが、えっとね4月17、4月17にも大会があります、主催が徳之島山頂、えー、ハーベスターイベント実行委員会ということで、徳之島きび祭り政党終了慰み大会。 すごい大会名ですね。えー、正当終了、慰み大会ということで行っていきます。えー、4月17日日曜日、第1部に闘牛大会、で、第2部は演芸と書かれておりますが、おそらくこれライブイベント、で、第3部はお楽しみ抽選会、えー、総額200万円相当の抽選会だそうです。おーしか力入れてますね、えー。アトラクションなどを行っていきまして、風切り戦、竜神ゴールド号対小岩パンダ、で、この試合、 まあこの番組でも少し話しましたが、うちの牛舎から、高花牛舎から、九門流が、はい、出張で行っております。牛を売ったわけではないです。出張で今、徳之島に行っています。はいえー、その日、一日限りのデンタル遺跡ということで、えー、旧正月大会終わって3月に持って行ったのかな、この間、えー、徳之島に持って行きまして。はい。 えー、この4月17日の大会、で対戦相手がナイキ号、元の名前、突撃ナイキとの対戦を行います。でそこでまた試合に勝っても負けたとしては、また沖縄に戻って、えー、沖縄で試合させていきますので、中にはね、九門流、いくらで打ったのとか聞いてくる人いますが、あれはね、その日限りの凱旋試合として持ってってます。で、この日の大会、結びの一番には、竜神、えー、白岩号。 えー、元の名前は東亜技研白岩ですね、えー、白岩東亜技研白岩元ミニ軽量級の、えー、チャンピオン対で対戦相手の名前が元の名前マイカイで牛主名が、えー、牛の名前が闘牛戦士ワイドゴーというふうにつけられております、はい、これは、ね、あの主催者の方から僕にも連絡ありまして、えー、C の一番戦で、えー、マイカイが出場するんだけど あのー、ワイドーの名前を使っていいかと、牛に。ああ、もちろん OK です。その代わり勝たしてくださいよというふうにお話をしましたが、元ミニ軽量級チャンピオン、東和棋軒白眼岩対、龍神白岩豪体、闘牛戦士ワイド号元の名前、えー、は毎回さあ、どんな戦いを見せるのか。まあ、この大会には僕も行きます。えー、クモンリューの応援もそうですが、はい。えー、僕も行く予定で、まあ、スケジュール組んでますので、あとはクモンリューが出るということで、 はいあの公文流が出場するときにいつも医者道さくらちゃん、はい、最近応援ソング歌ってもらっております医者道さくらちゃんも一緒にそしてもちろん闘牛戦士ワイドーも一緒に徳之島に行ってですねこの会場を盛り上げようと思いますよだからあの闘牛大会もそうですがこの演芸ライブのところではさくらちゃんの歌声も聞けるんじゃないでしょうか。 慰謝堂さくらちゃん、この間テレビでは歌唱王という番組、4時間番組がありましたね。あの番組が沖縄では再放送で、えー、4時間の番組が放送されました。内地では生放送でやってたんですあれ4時間。うっちゃん、なんちゃんが司会で。で、その時にさくらちゃんはなんとその歌唱、全国から,あら、えー、集まった歌うま自慢の皆さんの中。 なんんと準準優優勝勝したでですよ準優勝で最後の1人まではさくらちゃんが1位に君臨していたんですが最後に鹿児島の、えー、学校教員先生に抜かれてしまって準優勝に終わったんですよね。あれ優勝してれば300万で準優勝が何も残らない。あれがねだから内地の方ででは生放送で やっていたのでうーあれ視聴者投票とかねそういったこともありましたからもし沖縄でも生放送があればさくらちゃん優勝できたんじゃないのかなと思いますけどねさあ、えー、今回はくも流の応援に僕も行きますしさくらちゃんそして闘牛選手ワイドーも一緒にイベント盛り上げようと思っておりますさあそれではここで1曲お届けしましょう今さくらちゃんの話が出ましたので 石田拓咲楽ちゃんが歌う「ロックスター」まあ、彼女は先月か、えー、また新曲もリリースしております、えー、注目してくださいいきましょう、えー、この歌を聴いた時にすぐにですねあ牛の入場曲に使いたいなということで最近は。 まあ、ずっとうちの牛が出場する際には、えー、闘牛場の中でリングの中で入場テーマソングを歌ってくれておりますあのテレビで放送されたことによって影響大きかったですね僕も闘牛場でいろんな人に言われましたええー、昨日あのテレビに出てたあの女の子はこの牛闘牛場で歌ってる子だよねっていうふうにええー、もうね結構年配の方からも声かけられたので今後ますます闘牛場でも人気者になるかもしれませんねお届けしましょう慰謝道さくらロックスター さあ、伊大石の闘牛列で、もうそろそろお別れのお時間ですね。えー、っと、ここで最後にお知らせです。そうだ、闘牛大会がないときにも、4月はこの楽しみがありました。闘牛女子。 写真家でおなじみの闘牛写真家、久高幸恵さん。写真展が行われます。雪と愉快な仲間たち。闘牛写真展2016 in 海中道路。これ4月2日から4月30日まで、はい、海中道路、綾橋間で行います。えー、全190作品を展示。また週末のみ、闘牛グッズなどの販売も行うそうですね。はい、皆さんぜひ。 闘牛はオフシーズンになりますが、闘牛写真展、えー、足を運びください。この、あのー、月曜日のみが、この綾橋館、えー、この写真展示室はですね休館日となりますので、月曜日が定休日、休館日となりますので、それ以外にお楽しみください。まあ、週末、土日だとおそらく本人、有形さん本人もいることが多いんじゃないのかなと思いますが、はい、また新しい写真。 大会が終わることにね、えー、いろいろと新しい写真も増えてきますから、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。えー、そっか、闘牛オフシーズンになるから、また来週とかね、様子を見てゲストで呼びたいですね、小高幸恵さん。はい、写真でも足を運びください。さあ、えー、最後にこのうぎシという曲をお書きしておりますが、徳之島では4月17日、はい、何、えー、でしたっけ、大会名、ハーベスター。 えー、徳之島きび祭り政党終了慰み大会主催が徳之島山頂ハーベスターイベント実行委員会行われますのでね闘、まあ、牛のこのオフシーズン、えー、徳之島で楽しんでみてはいかがでしょうかさあお送りしてまいりました伊波大使の闘牛列伝この番組はやら闘牛ビデオリラクゼーションルーム2時上村酒造居酒屋牛芯 プリントショップタカ、菊原工務店、各社の提供でお送りしました。それでは来週は、おーもう4月に入りますね。えー、来週は誰かゲストを入れたり、うーん、それから今週土曜日に計量があるので、そういった計量の話とか、チャンピオン、チャレンジャーに、それぞれ電話をつないだりしてもいいかもしれませんね。はい、また企画を考えておきます。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。パーソナリティ、東急実況アナウンサー、伊波大使でした。さようなら。